流氷の早くに行っていきたいと思います。今日はすごく流氷が見えるみたいなんで楽しみです。すごい、うわ、ほんと、うわ体験したことがないことに挑戦できるっていうのはありがたいなと思います。頑張っていきます。流氷が来ているということで間近に見れる機会だってまあ滅多にないと思って、なんかこう自然の流れを楽しみながら今日カヤックの体験をさせてもらいたいと思います。もう今日はまあベストすぎるぐらいですよ。自然の中でですね、一緒にちょっと共存してみたいかなと思います。ちょっとシャバシャバ壊しながら進んでいくっていうような、はい、海は出てるんで見えますよね、はい、あそこ。あ、フォワードストロークですね。左右に漕いでいきます。行ってきます。この流氷の中行きます。今の白鳥が飛び立っていきました。私たちも本当にこういう、自由にですね、この中をまた、謳歌していきたいと思います。はい、こんな感じです。ちょっと入ってもらえば分かりますけれど、シャーベットです。本当は、はい、おー、暑いです。すげー、アイスブレイカーズ。はい、行きますよ。出港でーす。これすごい。いやー、行きまーす。左の方に山根さんの方が、すごいすごい、全然入んない。ジャボジャボだね。すごい体力いいぞ。めっちゃ重いじゃんこれ。行きます。はい、左行きます。コツコツ。おー、あ、これ楽しい。なんかシャーベットだよ。すごい。これが流氷火薬ですね。そうです。すげえ楽しいですね。流氷そのものが流ラックで、おー、氷の中をやってますよ。すごい。これ流氷です。すごい下の色が違います、ね、ずっとやってこの青さが。いや、ちょっと触ってみますね。すごいですね、流氷カヤック。すごい、最高です。流氷が来て溶けた今の時期、この時期のウニが一番美味しかったです。カニが本当に身いっぱいなのがこの流氷が溶けた時ですね。だからそういうふうにこう流氷が実はただ観光って見るものだけじゃなくて、この産業にもすごく影響してる。はい、完全に。もうロシアのアムール川からですね、こう流れてきて、もうそれが本当にこの流氷になって今ここにあるっていうですね、その中に本当に生き物が息づいていてですね、下の昆布とか本当にウニとかですね、本当に大自然の恵みによってこうやって生かされてるんだなっていうのをですね感じました。オホーツク万歳。ガーッと上伸ばして、はい、思い切って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 、馬はね、マシンではない。生きてるもの。だから加減が大事だ。プレッシャーとリリースをどうやって組み合わせるか。馬を見て人間関係も学べるし。はい。ここドンちゃん。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 はい。はい。どうしたらドンちゃん。はい。ドンちゃん。よいしょ。で横をこうやってお腹にこうやって広げていく。ドンちゃんのカメラマン、前のお馬さんのお尻に顔を向けるんだよ。はい、左左左左。かわいいね。もうシンバ一体ですよ今。一体となってる。イエイ。わあ、すごいね。わあ、流氷が見える。すごい、全部流氷だ。わあ。
これすごいね。すごいですね。すごいですね。おお、ひなちゃんありがとう。ありがとう。あの自分の思い通りにはならないじゃないですか。だからなんか一緒になって。なんかこう一体感を持ってやっていくっていうのをなんかお互いにこうラポールを取り合いながらなんかちょっとずつなんか微調整しながらなんかできるのがありがたいなと思います。そんなことをなんか会社の経営の中にも生かしていきたいなと思います。自分自身でやっぱり考えて一人一人が行動を起こす時代に入ってると思う、はいはい、頑張ってねみんな分かりたい。はい、はいはいはい、それでは終わりです。はい、ありがとうございます。ありがとう。やっぱり一つ僕がすごく感じたのはオーロラ号が出るたびにみんながこう手を振りに行って、あ、なんかああいう、 こう感覚でこう仕事をしていくっていうことをのすごさというか、心からそういう思いを持ってやってるっていうところをなんかこうみんなでこうヒーローズクラブ全体としてこう作っていきたいなっていうのを改めて感じさせていただきました。でやっていけたらと思います。それでは乾杯させていただきます。乾杯。世界がこう一つにまとまっていくっていうようなことが本来やっぱり僕らがこう理想として目指すところなんだなっていうことを感じてます。だからその前にやっぱりこう日本がそのひな形になっていく、なんか諦めるんじゃなくてそこからやっぱり挑戦していくっていうことがとっても大切なんだなっていうことを改めて今回の5日間を通してなんかこう学ぶことができたなっていうのと、自分の中にそういう気持ちがあるんだなっていうことに気づかせていただきました。それは今この時代に生きている大人とかその業種とか業界とか世代を超えてこの世界をやっぱりこう良いものにより良いものにして次につないでいくために一人一人がその一体の中で何ができるかっていう考えにつながっていくのかなっていうことを今回オホーツクの研修で学ばせてもらいました。初めて見たんですけどいかにつなげていくかっていうのが自然とともに他の人たちとともにこう和していく、でこれが本当に世界をいい方向に導いていくんだ。今のこの日本の現状をしっかりと把握してそれを知ったものの、まあ、義務といいますか使命として、しっかりと発信していきたいなと思いますし、なんか切り開くことと育んでいくこととやっぱりちゃんとこう育てたものをまた次世代につないでいくことと、なんかいろんな局面でそういう風な感覚になったりしたり、みんなで本当に飛び立っていく、2023年、そして、明るく楽しくですね、みんなで切り替えていきたいと思います。